1908年頃の授業風景、アルフォンスミューシャのポスターアカデミーコラロッシは19世紀末から20世紀の初めにパリにあった私立の美術学校である。多くの外国人美術家や女性美術家が学んだ。イタリア人彫刻家、フィリッポ・コラロッシが1870年代に設立した。公立のフランス国立高等美術学校が 保守的な教育を行っていたのに対して、私立のアカデミー・ジュリアンと同じように、女性学生の入学を認め、男性ヌードモデルを使った授業に、女性学生の参加を認めた。アカデミー・コラロッシで学んだ、女子学生には、モディリアーニの内縁の妻として知られる、ジャン・ルエ・ビューテルヌや、スコットランドで、グラスゴー・ガールズと呼ばれる、女性美術家グループの代表的画家となる、ベッシー・マク・ニコル、 カナダのエミリーカー、フランスの彫刻家、カミユー・クローデルラがいた。1910年には、初めての女性教師として、ニュージーランドの画家、フランシス・ホジキンスが採用された。有名な教師には、彫刻家のジャン・アントワーヌ・アンジャル・ベールや、日本人が形と関係の深い、ラファエル・コランダーがいた。主な日本人、日系人学生には、クメ・ケイチロー、清ロキヨテル、 ヘンリー譲る、杉本、田中万吉、和田栄桜がいる。1930年代になって閉鎖された。ありがとうございます。